お世話になってまーす。パキッとそれ数字の時間でございます。チャリで来た4人だから ねちょっとね、山ちゃん、はい、横転しました。はい、横転しました。そう、国会でまあ、とりあえず映像見てもらった方がまず早いと思うんで、はい、映像はこちら一応許可いただいてるんです。そう、もともと非公開っていうか、そのあんまり上げないでくれって言われてたんですけど、運営さんに許可を取ってこの映像を使わせてもらってるんで、その点はご了承ください。よろしくお願いします。そこのとこよろしく。そこじゃあ映像からまずね、はい、外と中ある。あ、外と中、そうですね。ポン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 俺が思い出してどうすんだよ。本当に。はい、ちょっとね、見ていただきましたけど、あ、首って腰って、腰って、なんで俺膝いてるんですよ。それは年ですよ。それは年ですよ。傷ついた。ということで、現状ちょっと、まあ、見に行きましょうよ。山ちゃん、これよく生きてたよ、本当に。めっちゃ被っててよかった。これ山ちゃん、だって頭出てたんですよね。いやいや、出てたっすよ。横転してた時、危ない危ない。こっから頭出てたんですよ。枝豆みたいなシステムだったよ、これ。枝豆、本当にいいですね。あ、ほんとっすね。なんでちょっとここ見て、ほら。これバケットなかったらマジで首やばかったからね。あ、これ本当に。なんか使い終わったバケットだからね。バケットだから。これバケットよ、これ。これフルバケじゃなかったら俺死んでたかもしれない。本当に本当に。笑い事じゃないんだから。ピラーの曲がり方がおかしい。えぐいね。ここで純正繋いでるんだってすぐわかる。本当だね。本当だ。合成あるな。2からこうなってんだよ。こんなに波打つもんなんだね。すごいね。すごいね。エピラーもよくここまでひしゃげたな。この角度はちょっと見習うとこあるよね。ビルダーとしては。やるじゃん、この寝方。まあまあまあ、こういうのいろいろあったんで、まあお払いじゃないけど、ちょっと工場をね、いろいろこう、はいはい、まあ整理整頓して。お払いの意味も込めて。そうですね。まあ悪いことちょっと重なっちゃう。そう、重なったことがあったんで、いろいろまあね。本当にでも怪我が、大きい怪我なくてよかったっす。ああまあ。次の日、普通に会社に出勤してきたっすよね。次の日もヘラヘラしてた。次の日。
けど横乗せてたんですけど横の人怪我なくてよかった。いや本当そうなるね。女の子乗っけてたでしょ。女の子乗っけてました。ギャル乗っけてました。オーギャルですか。オーギャルです。オーギャルかな、わかんない。食いつきが 1.5 倍踏み込んじゃったんだよね。いやそうっすよ、ね、それはもういいとこ見せないと。そうだよね。エンジンもこれ見れるんですか。エンジンも見れます。まだかけてないですよね。かけてないですよね。一回オイル交換してからかけようかなと思って。ここも行っちゃって。ああ若干ね。あエンジンとミッション無事なことを祈りたいな。そうだよね。はい。あとでエンジンかけてみようじゃん。意外と足回りも無事そうなんだよね。そうだね。はい。コンクリートとかでひっくり返ったわけじゃないんで今回。土に乗ってひっくり返ってるんで。ふわっていったんですけど。ボンネットも。そうだね、ボンネット FRP なのに一応生きてるもんね、はい、生きてるのか分かんないけど生きてっすよ、これは使えるっすちなみに山ちゃん、今後これどうしていくんですか。今後、これでドリドレ目指します来年のドリドレ、これで出ます。これでまあこれはドリドレ出る出ないとかじゃなくて、まあとりあえず直してちょっと乗ろうかなと思って。足で足でそれはちょっとできないですね本当になんかその綺麗に直すとかじゃないんで。あ、ドリフトできるように。そうですね。まあガラスを取ったり、ね、これは綺麗に直すってなるとちょっとお金かかっちゃうんで、かなりやばいな。成人式仕様みたいな感じですか。まあ今考えてんのはピラーだけ起こしてここで切っちゃって、で後ろロールバックんで5分間にしちゃおうかな。すいません、面白い。またちょっとこの車でぜひドリフトしてもらいたいですね。任してくださいよこれは別に行動でってわけじゃないですからね。もちろんサーキットオンリーで。そう、画像見るとすげえ峠っぽくなってるからすげえイリーガルなことしてるように見えるけど、サーキットなんで。あ、そうだね。群馬サイクリングセンターっていうちゃんとしたサーキットなんで、その辺はご了承ください、はい、という感じで、じゃあ山ちゃんの今後に期待という意味でちょっと皆さん応援よろしくお願いいたします、はい、お願いします。直してる撮りますか。ああ、そうですね。なんか直してるのも撮れたら面白いです。やめてー。これ何？やめてー。壊れちゃう。あれでしょ？そうなの。ああ、俺もショックだわ。そうだ、これフロントガラスヘッドアップディスプレイだ。わ、ショックだ。ここでもなんかもうダメっぽいよ、なんか。あ、もともとダメでした。あ、そうなんだ。シワシワになっちゃってるんですよね。ああ、そう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 。なんかそこだけフィルム貼るみたいになっちゃダメなんですか？え、わかんない。どうなんだろうね。はい、すいません。今一番ショック受けております。もう立ち直れないかもしれない。ちょっと理解できない。ちょっとおかしいんですよ、やっぱ。車潰れてもいいけど、ガラスはダメ。ディスプレイの替えガラスも見たことねえよ。まあ何より無事だったのね。まあそうっすね。はい、死んでなくてよかったな。ちょっと我々も今度ドリフトやるんで、定常炎だけとはいえ、まあだけど、ね、まあ、モータースポーツやるってことはやっぱり。ちゃんと安全装備もして、はい、レッドグローバーちゃんとしてやりましょう。やりましょう。はい、山ちゃん、よかったっす。ギリギリでしたね。しっかりカメラ、カメラ大丈夫って言ってました。ああ、撮っててよかったー。YouTuber だったね。しっかり。なんで YouTuber でした。YouTuber だった。よかった、動画撮れって。大丈夫大丈夫お前だよっつってアハハじゃないっすこうなってるからね、まあまあ、モータースポーツですからね。まあまあそうっすね。復活劇楽しみにしとけよいや本当に楽しみにしといてください。かっこよくなっちゃうんだからかっこよくなっちゃうんだから10万キロで車捨ててる場合じゃないね、みんなね。いや本当っすよ、うん、本当に本当に、まあ、こうなってもまだ走れるんだから。そうだね。大事なのはエンジン。そうっすよ。全部車内掃除したとはいえガラスがね、またガラス降ってきちゃってたね。ガナドールじゃなくてよかったね本当に。ということで、はい、安全にね、安全に。モータースポーツもそうだし普段の運転も気をつけてください。はい、自分のことと思ってね。ああ、はい、じゃあ次回ちょっとこれエンジンちょっとかけてみましょうか。そうっすね。はい、最後のこのね、車復活までぜひ見ていただきたいんで、チャンネル登録ドリドレということで。あ、そうっすね。はい、はい、ということで、じゃあ皆さんご安全に、はい、ご安全に、はい、ご安全に、ご安全に締め方が斬新だなあ、ちなみになんですけど、はい、買い取りやってるんで。あ、買い取りやってます、はい、あの
ドリシャ、はい、僕に売ってくださいシルビア僕に売ってくださいということでね、はい、はい、ちょっとでもいいねと思ったらいいねボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。